こんにちは。こんにちは。前回タップ加工をしたら工具が折れてしまったんですけど、うん、こういった場合って放電加工で除去されてるんですけど、うん、放電加工機ない場合ってどうやって除去するんですか？工事であるよ。ありますか？カタログ見てない？見てないです。ちょっと取ってくるわ。俺これよ。これ読んで。セッソンタップ除去用、そう、ソーナムハードドリル何 P？ これが326。そうそう、326ページにね、あー書いてあるから。これ、おー、これがハードドリル。初めて見ました。あ、ごめん。ハードどうよ。ハード、うん、こいつ使ってしっかりタップをね、除去していこう。わかりました。やっていきましょう。はい、タップ除去の紹介をしていきます。今回使用する工具はハードドリルの 5π と 7π の工具を使用していきます。まずはじめにこっちの 7π の工具で揉みつけを行います。その後タップの芯をこれで砕いてタップを除去していきます。除去したタップはこういったもので最後取り除いていくといったイメージになります。まずはじめに芯出し加工をします。芯がずれると接損のリスクが高まるためです。今回は 7π の工具で芯出しを行います。加工の回転数は900回転でハンドル操作で送りを送っていきます。では実際に加工を行っていきます。無視してます。すいません。当たり始めだから、ちょっと切り込みがね、切り込み出てきたね。出てきましたね。はい、これで今芯出し1ミリ加工できました。では上に上げて確認したいと思います、はい、では芯出しを終えたので、今から 5π の工具で芯を砕いてタップを除去していきます。この加工は油を出して加工する。出します、出します。はい、出しましょう。では実際に加工していきます。何回もやってる。同じぐらいのスピードで。では途中経過を確認していきたいと思います。 8.5 ミリまで加工したんですけど、綺麗に除去できています。これはね、あともうちょっとだね。はい、で中の切り口掃除して、はい、ラストスタートいこう。はい、
はい、わかりました。じゃあ最後加工していきます。はい、上げて確認したいと思います。取れる？これは取れなかった、ね、お手前側、おい、少し待って、取れた？はい、取れるな。取れました。他にもない？まだ。うん、いい感じですね。いや、だいぶ時間かかったな。2時間。ああ、いいの取れたね。で、最後多分これが4つ目で、これで全部。あとは細かい粉砕したやつが中に入ってると思います。じゃあ一回枠外して中を確認する。うん、中を確認していきます。こっち、これ、これが実際に取り外したワークになります。無事タップの除去加工が完了しました。お疲れ様でした。お疲れ様です。ただやっぱりタップの接損はものすごい面倒くさいから、めんどくさいですね、まあ、しっかりまだ限界に挑戦しないように加工してもらいたいなと思いますけども、ただタップが接損した時はこちらね、はい、こちらのハードドリル使っていただくと、まあ、取れることが分かっていただけると思うので、はい、まあ、ぜひ使っていただきたいなと思うんですけども、実はハンドタップ、ポイントタップ、スパイラルタップと種類によって使うハードドリルの径変わってきますので、ここ要注意、要チェックやで。あとはここにこう注意事項書いてありますので、はい、ここをしっかり読んで加工してください。ちっちゃく大事なことは、はい、大事なことは手動でゆっくり、ゆっくり、はい、定時も過ぎたし終わりましょう。はい、終わりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。次回は手動対自動、どちらが段取りが早いかを勝負したいと思います。